はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずヨーコのジョブを手に入れたので、まあヨーコにするかどうかって言われたらあれですけど、先制術師がもう、あれ、そうか、レベル10だけど、レベル11が解禁されたんだ。月魔法レベル7、ステータスバリア、うん、まあとりあえずじゃあ11にするか。先制術師はなんだかんだで使えるからな。 OK、みんな11が解禁されてますね。オーバーロード、敵味方必ずクリティカル。ほうほうほう。ユー、どこへ向かおうというのですか。そうだな、とりあえずは石碑を求めていきますか。なんか罪がなんちゃらかんちゃらみたいなことを言ってたんで。てか石碑どこにあるんだ。とりあえず大陸、一大陸ずつ見ていくか。ここの大陸に石碑があるか。石碑ね、なんかちょこちょこ見かけたんだけど、どこにあるかって言われたら忘れちゃったからな。くまなく探していくしかない。ここ石碑あったかな。なんか、あんまり記憶にないんだけどな。とりあえず、あ、これは？あ、これ石碑だ。なんか上見上げてるけど、そんなでかいの？そんなでかいようには見えなかったけどな。うん、おそらくね。何の変哲もない、ただの巨大な石碑のようだけど。石碑は見えないんだ。気をつけて。何か巨大な何か。何、巨大がキーワードなの？石から滞在。あ、そうか。七つの滞在って言ってたよな。石碑から滞在。ちょっと何が違うんだ。これはなんで言い直したんだ。よくわかんねえぞ。ルシファー。人の滞在。なんかいきなり超強そうなのが出てきたな。来るわよ。ルシファーって大体大ボスだろう。おお。まさにルシファー。どうすっかな。まあまずはデフォルトで様子を見つつ。なんかボスの音楽がかなり専用っぽいなこれ。フィジカルガード。あれ、これ聞いたことあるな、この曲。あれ、前作で出てたっけ。それか2作目前かな。いや、絶対この戦闘音楽聞いたことある。うわぁ、なぎばらいい。ちょっともう今のうちに攻撃を仕掛けよう。マグノリア、とりあえずデフォルトしとこう。で、フィジカルガードと。なんか貫通されたら嫌だからな。貫通っていうか、ディフェンスされたら嫌だから、とりあえず U を攻撃に回すか。ほら。アナザーフェイス。なんや？おお、なんだなんだなんだ。反撃をしてくる。弱いんだけど全体的に弱いな。よし、時間差で。ブレイブをかけていこう。うおー、そうだ、騎士道、騎士道じゃなくて武士道だった。これ海賊技にした方が良かったな。倍撃とか倍倍撃とか普通に攻撃をするか。まあ、とりあえずフィジカルガードを重ね掛けしといて、こいつ一回攻撃しよう。普通にガード、おらおらおら、おお、通せー500か。うん、防御しないとやっぱそこそこ食らうな。あ、食らう。防御力が弱いのか、こいつ。うお、死んだー。マジかー。イデアはちょっと回復に走ろう。アレイズ。大丈夫だな。ちょっと一回だけ攻撃しよう。回復させながら攻撃だな、これは。なんだ、怠慢？怠慢だっけ。で、U は結構大丈夫なんだよね。で、マグノリアは一回だろう。ケアルが、うん、一回ずつだな、攻撃は。これね、食らうんだよね。おお、めっちゃ食らった、マジで。あれが、いって、ま、どういう、いって、どういう原理だ。ちょっとわからん。ユウ、ちょっと、全部レベルを使って回復に回ろう。立て直さないとまずい、これは。
イデアを復活させて、ティズも復活させて、エクスポーションで一回ずつだな。マジか。なんだ？そうか、防御が減らされてるわけではないな。相手の防御力 150% になってるし。うわー、マジか、全滅した。どういうことだ、これ。最初弱えとか思ってたのに。出だしからこれかよ。ちょっと強くなった理由がわからない。ちょっともう一回再戦するか。フィジカルガードは必須だな。とりあえずどこにあったっけ石碑なんか適当に行ってたら見つけたから。あ、これだ。これちょっと待ってよ。カリウドは、まあカリウドでいいんだけど、海賊技にしよう。海賊技ってどれだっけ？これだ。バイバイ劇もあるからな。まあとりあえずこれでいいか。よし、オッケー、ちょっと。リベンジ。リベンジザ・ルシファー。石碑って。まあカットして。ちょっとこいつの特性がマジつかめない。月魔法でとりあえずフィジカルガードは絶対必須だな。反撃されるから。うん。まあガードすればそこそこだな。2回かけとこう。これで防御力 150% でしょ。で、フィジカルアップを使って、エアロジャー。まあ大丈夫っしょ。よし、ここでちょっと総攻撃だな。ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング、バイソンホーン。で、こいつも、もう全生命力を使う。甲羅割りで防御を下げよう。2回下げよう。で、もう倍倍撃を使う。2回。倍撃でいいかな。倍撃で9999いくかな。9999を超えるとちょっと損だからな。で、もう1回フィジカルアップを使おう。で、こいつも全勢力をここで使い果たす。よし、いけ！これで 175% だな、あいつは。くらえ！よし、ゼロ。6137。攻撃を、食らえば食らうほど強くなるのかなって思ったけど、そういうわけでもない。こだわり。よし、攻撃ダウン。こいつはね、結構食らうな。もう一回か。倍撃で終わりだな。9000。よし、死んだか。ほら、9999。この間にどれだけ与えられるかだな。まあ、合ってんだかよくわかんないけど。どうする？こっからユーもう一回ブレイブかけるか。ちょっと行くか。短期決戦。こいつも全ブレイブを使おう。月魔法で、月魔法は最初に発動するんで、フィジカルとこれを重ね掛けして、アレイズとケアルガで、ティーズの方が早いかな。ちょっとこいつはデフォルトにしとこう。ユー、お前が頼りだ。くらえ。これでは、おお、倒した。オーケー、短期決戦が功を制した。マグノリアは死んでるけどしょうがない。お、エリクサーだ。やった。おお、確かに一回死んだからな。勝てた。なんなのよこれ。確かに、なんなんだこいつらが。あと何体いるんだ。ルシファーの力、すなわち七つの大罪、傲慢の力を手に入れたわ。さあ次の石碑へ。これ順番とかはないよね。
傲慢の書やだな、なんか。とりあえず寝ないとピンチだ。近くに町があったかな。宿屋だな、宿屋。ちょっとセーブしとこう、一回一回。故郷に帰ってきたぜ。ガテラティオ、ちょっと自分の家じゃなくて宿屋で寝よう。あれ、これって生き返るんだっけ。マグノリア生き返るよね。全ステータス回復するはず。いや、これ今回の回だけじゃ7つの滞在渡りきれないな。何個いけるかな。3つくらいかな。さっきの死亡がなければ多分5分ちょっと。でもまた強えんだろうな。あと探さないといけないからな、そういえば石碑を。そもそもじゃあ次は右の大陸に行くか。こういうところってなんかなかったっけ。ちょびっとしたところないね。あ、ここにある。2つ目、とりあえずセーブ。オッケー。短期決戦意外にいいかもしんないですね。もう4回攻撃の4回攻撃。装備よし、心の準備よし。よし、行くぜ。石碑から、石碑から滞在。このやりとり何なの。こいつ意味がわからん。ベルフェゴールか。人の滞在、タイダをかたどる。タイダ、あれ、こいつがタイダ。さっき俺ルシファーのことタイダって言ってなかったっけ。おお、なんか乗ってるな。とりあえずデフォルト、デフォルト。まあ固めるのは必須だからな、フィジカルガードでデフォルト。ブリザーじゃ、氷じゃなくて魔法か。デフォルト、デフォルト。あんまり効かなかったな。マジックガードの方がいいのか。属性効果を無効にした方がいいのか。エレメントバリアにしとこう。まあ、とりあえず。おお、かっこいい。強撃してくるし、普通に。で、回復もな、必要っぽいけど、とりあえずはフィジカルアップだな。はい。おお、熱そう。おお、蹴った。とりあえず、ユウをまた攻撃に入らせて。これな、みんな一斉攻撃するとちょっとリスクもあるから、控えよう。今回は回復。ケアルだ。よし、これで4ターンだな。ちょうど。うお、回復された。あれ、ちょっと待って待って待って。危ねえ。なんか回復されてんな。全員攻撃しなくてよかった。マジか、なんだこいつ。魔法しか効かないとか。うお、弱点化されてる。どういうことだ。ちょっとわかんねえな。虫眼鏡使おう。どうしようかな。ホーリー使おうかな、じゃあ。今まあ全開してるしな。攻撃はちょっとダメだから、どうしよう。とりあえずなんかボムの右腕あたり撃つか。虫眼鏡、雷か、弱点。回復するし。おお、なんだ、スフィア召喚してきたぞ。ホーリーは、おお、ホーリーも回復されるのか。マジか、雷か。そうするとも雷はね、っていうかもうこれしかないんだけど。倒せなくね、これ。黒魔導士入れた方が。え、雷しか効かないの。ちょ、待って、全部やろう。ボムの右腕。大地のハンマー。あ、違う、イデアはちょっと月魔法でエレメントバリア張って、あ、こいつだな。北極の風使うか。エレメントバリア、神々の怒り。おお、隠された。サンダーじゃ甘い。いいね、エレメントバリア。
うおっとっとっと、結構食らう。おお、あれ効いた。大きくね。よし、じゃちょっと神々の怒りを使って、ミディアは攻撃はじゃあいらねえな。これ属性攻撃力を上げる。お、これ使おう。これアイテムも通じるのかな。大地のハンマー、エレメントアップ、いけ。雷の、おお、なんだなんだ、回復したぞ。なんだ、どういうことだ。弱点チェンジか、これもしや。一回一回見ていかないといけないじゃん。あー、弱点火になってる。ってことは、マジで。じゃあ、ボムの右上で使って、あとガードさせろってこと。デフォルト、デフォルト、デフォルト。おぉ、3370。うわ、タイが出たー。ガードできてる、ガードできてねえな。次の弱点は水。めんどくさ、これ。北極の風。てかね、倒せないよ、これ、多分。クロマ同士入れないと。ないもんだって。一応ブレイブ使おうって、エレメントアップと、エレメントアップ効果あった？エレメントバリア。エレメントアップ。エレメントバリア。補給の風、3375。あ、多分強いな。強くなってんな。で、雷。これ順番に変化していくな。多分。てか、雷がない。ちょっとこれかなり積みだろ。これ逃げられんの？これ黒魔導士入れないと無理だ。それかアイテムを大量に買い込まないと。逃げろ。逃げられない。逃げろ。逃げられない。ちょっともう一回やって逃げられなかったら諦めよう。死ぬとかないのかな。逃げる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 。4倍速にしよう。めんどくさいから。ほら、逃げろ。ダメかー。ただ、エレメントバリアさえあれば攻撃はしのげるな。まあ、これは強いけど。あと変な拡散ビーム砲みたいなやつ。あー、ダメだ、逃げられない。これはちょっと、積んだな。積んだ、マジで積んだ。はい、ちょっと体勢を立て直すか。これは多分倒せない。体勢を立て直します。はい、じゃあちょっとリベンジしたいと思います。ただ、黒魔法を使えるのがよく考えたら、イデアしかいなくて、白魔法を外さないといけないんですよね。回復はとりあえずエクスポーションで賄うことにして、アイテムを少し充実させました。まあ、ボムの右腕、神々の怒り。あれ？北極のか、あ、そうか、ここら辺か。これを20個ずつ取り揃えれば、多分ダメージ的にめんどくさそうだけど、減らせられるんじゃないかなと思うんで。じゃあまたリベンジっすね。毎回やり直してんな、これ。多分2体くらいしか倒せないな、今回は。こいつを倒したらもう終わりかな、とりあえず。長引きそうだしな。まずは、虫眼鏡ですね。虫眼鏡をやらないと始まらない。で、こいつは、もう月魔法のエレメントバリア。これを貼ろう。で、デフォルト。虫眼鏡。弱点火。ああ、やっぱ変わってるわ。うん、結構暗い。で、一人ずつちょっとやっていかないといけないから、まあ U でいいよね、普通に。ボムの右腕。で、マグノリアは今ダメージ食らったから、U が。エクスポーションで回復させよう。黒魔法と、いや、まずはこれだな。エレメントアップだな。これ必要だ。エレメントアップとエレメントバリアが効いてるときは、魔法で攻撃しよう。よし。3000いくつだな。オッケー、大丈夫。問題ない。これの繰り返しかな、そうすると。で、水か、次は。デフォルトさせて、デフォルトさせて、ここで水を使えばいいんだ。ブリザが。どんだけ当たるかだな、これで。ちょっと戻ろう。お、6000、絶対こっちの方が強い。で、もう一旦持つはずだから、エレメントバリアが。で、次は雷か。黒魔法で、サンダが。
あ、これか、これ使ってくるのか。まあいいや、ここで今度エレメントをまた貼ればいいわけだから。で、火、この時はボムの右腕で、ちょっとデフォルトするしかねえな、もったいないけど。で、月魔法でエレメントバリア貼って、で、デフォルト。もうこの繰り返しだな。ほら、いや、召喚してきた。もうこいつらは無視。で、次は火じゃなくて水。あぶねえ。北極の風デフォルト。ちょっとエレメントアップ貼っとくか。一応2回ずつだな。そうするとこの繰り返していきましょう。キューラーへ、あ、倒した。あ、拡散光線結構強いんだよね。やばいな。で雷か。なんか順番だなこれ。本当に順番か。ちょっと待って、回復させないと。エクスポーション、マグノリア、あれ、ユウ何したっけ。ユウ回復だな、回復。エクスポーション、こっちもエクスポーション。自分リゼアが雷の3だが、で自分を回復だけど、ちょっと待ってね、イデアを回復させた方がいいな。なんか使えないやつらがいっぱいいるな行動できないやつらが。うわ、拡散光線きつい。で、炎、あ、火になってるわこれ。ってことはちょっとここを立て直しの回にしよう。エクスポーションを上から順番に貼ってって、で、マグノリアは、ちょっと待って、火、氷、水だよな。火、氷、水じゃねえよ。火、氷、雷、で、火、これでいけるはず。全然いけなかったりして。で、こいつはちょっとデフォルト貼って、で、こいつもちょっとアイテムだな。これで全員回復するっしょ。よし、オッケーオッケーオッケー。で、おー、いいね。よしよし、回復しよう。持ち直した。これでまたエレメントバリア貼ればいいんだ。キズで攻撃しよう、今度。今、水だしょ？水だから、ちょっとこいつはエレメントバリア貼って。で、全ブレイブを使おう。で、水だから、水、神々の怒り、右腕、水と。OK。くらい？ってことは、これで1万か。まあ、もっと当たるけど。いっけー。で、4万。結構減ってきたな。デフォルト貼って、デフォルト貼って、隙間砲のエレメンタルアップ。こいつは自分で回復。今回はちょっとためのターンだな。回復をしてくるわけじゃないから。よし。よしって言っても全然隠しねえな。で、イデアもちょっと攻撃に入らせるか。そうすると、デフォルト、デフォルト、ブレイブ。今なんだっけ、雷か。ってことはもうサンダガファイガでいくな。強烈だな。チーズ回復するか。自分でもう一回。OK。いいね。おぉ。強い。先制術師強い。全体化があると超強い。オッケーオッケー。これで水で U で攻撃しよう。水、雷、火、水と。ほんとめんどくせえなこいつただデフォルトかけるか。これしかも間違えて全部回復されてたな。ほんと慎重にいかないと。あー、またエレメント貼らないとこれダメだな。雷だから、全ブレイブをかけて、雷、火、水、雷と。こいつはバリア貼るか。で、デフォルトと。くらえ、くらえ、くらえ、くらえと。おーっと。あといくつ？あ、押し切れるわ、これ。弱点何？火か。
火。よし、これで終わりだな。あとみんなデフォルトしよう。いやちょっとめんどくさかったな本当にこいつは椅子から落ちたし最後。 OK、 天衣無縫、かっこいい名前は。エフェクサー4つ、すげえ。いや苦戦したね。強い、ようやく石碑の魔物強いな。これあと5体いるのか。そうするとなかなかこれで時間取られそうだな。まったく、確かに絶対一回やり直しがかかるからな、初見殺しだから。ベルフェゴこいつはこいつで毎回冷静だな。すなわち7つの大罪、タイダの力を手に入れたって言ってもさ、7つの大罪、なんかみんな怠けそうなんだけど。あと5体も、そうだ、あと5体だよ。タイダの書、みんなタイダになりましたって感じだないいのかこれ、罪を手に入れてみんなおかしくなっちゃいそうだけど、まあしょうがない。というところで、またちょっと次回も7つの大罪を求めてやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。